五味さん、はい、すごいですね、高野選手と試合することになりました。いや、しかも前はあの YouTube でもコラボさせていただいてて、はい、その時天使君言ってましたけど、やっぱりずっと見てきた選手、見てましたし、なんかね、はい、まあこれ俺、いや俺がそのファン目線からして客観的に見ると、はい、なんですかね、五味さんってイケてるんですよ、はい、はい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 、イケてるんですよ、はい、うん、だから好きなんですよ。かっこいいですもんね、やっぱり、うん、なんかそのなんかイケメンとか、はい、そのなんかかっこいいとかかわいいとか、はい、なんかそういういろんな種類あるじゃないですか、はい、俺は自分の中でその、はい、顔かっこいいと思わないですよ、自分の中で、ね、イケメンとか、はい、そういう部類に入んないと思うんですけど、はい、俺はイケてる、いやいや冗談じゃないですか、はい、かっこいいっていう部類に入んないと思うんですけど、はい、いやかっこいいと思いますよ。ただ五味さんは、はい、もうそのイケてるんですね。そう、中がそうだ、俺はイケてる男でありたいんですよ。なるほど、うん、だけでその中で俺はやっぱ五味さんを見てて思うのは、本当に五味さんはイケてるなと。でも天使くん